できたよ。できたよ。あのね。皆さん、こんにちは。パンダパパです。パンダママです。レシピ動画いかがだったでしょうか。本日はくるみマカロンを作ってみました。はい、作ってみました。くるみマカロンはいろいろな方からリクエストいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回はくるみパウダーを一回フードプロセッサーにかけてから使用しております。はい。我々が買ったものが少し粗かったんですね。そうですね、ちょっと粒が大きかったので、はい、フードプロセッサーを使いました、はい、皆さんも粒が粗い場合は使ってください。はい、まあ、あとね、くるみの粒、普通のくるみ、そうですね、からフードプロセッサーでパウダーにするのは不可能ですちょっと無謀でしたやってみたんですが、できませんでした、はい、まあそこまでね、パウダーにはならない。そうですね、まあ、あとね、やっぱり油が出てきちゃうんですね。そうですね、ずっとフードプロセッサーにかけてるとピーナッツバター作る時みたいに油が出てきちゃうんで、はい、まあ無理ですパウダーを買ってください。はい、パウダー買ってください。はい、はい、まあ、味の方はですね、アーモンドプードルを使った時とはまたちょっと違った味で面白いですね。そうですね、ちょっとくるみ特有の渋みっていうんですかね、ちょっと苦みみたいなのがありますかね。そうですね、大人味ですね。そうですね、まあ、子供も実際ちょっと食べたんですけど、マカロン苦いって言ってましたね言ってましたねまあでもね、なんだかんだ美味しかったのか何個も食べてましたけどね。そうですね、まあ、そんな食べれないほどの苦さではないなって感じですね。そうですね、まあね、その苦さとか渋みに関しては、まあ、メーカーの違いとか、はい、まあ、あとロットの違いとかもあると思うんですけどロットロット何ロットってロット製造日の違い、製造日の違いかな、製造日、そのメーカーさんによっても今日作ったものと来月作ったものでやっぱりちょっと違うかなと。渋みもちょっと渋い時もあれば渋くない時もあるかなっていう風に、まあ、なのでちょっと運みたいなところもあるとは思うんですね。ほうなので、まあ、くるみパウダー買ってもらって、まあ、ちょっと食べてもらって、はい、まあ、ちょっと渋いなって思う時は、まあ、アーモンドプードルとは半々にしてもいいかもしれないですね。そうですね、はい、はい、いいですね、それが、はい、結構ねやっぱり渋いものもあると思うんですよ。我々も実際何種類か買ってみて、あ、これちょっと渋すぎるなって思って外したのもあったんで、はい、まあ、皆さんもぜひ最適なくるみパウダー、ね、見つけて作っていただければなと思います。はい、あとクリームはですね、はい、黒糖イタリアンメレンゲのバタークリームを合わせてみました。ふわふわのバタークリームで、あと黒糖のコクがあって美味しかったですね。そうですね、美味しかったですね、はい、まあ、今回は黒糖イタリアンメレンゲバタークリームにしたので、黒糖メレンゲクッキーを作りました。はい、はい、この間作ったメレンゲクッキーのレシピを参考にしてください。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、では今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。私たちは夫婦でマカロンレシピ動画を YouTube にアップしております。マカロン作りで最も苦戦するのは乾燥工程です。私たちのレシピでは冷蔵庫乾燥や乾燥工程なしなど、皆さんが苦戦しやすい乾燥工程をいろいろと工夫しております。マカロンを初めて作るという方は冷蔵庫乾燥レシピがおすすめです。ある程度マカロン作りに慣れてきたという方には、乾燥なしマカロンが時短でおすすめです。ぜひ一度私たちのレシピでマカロンを作ってみてください。初めて成功しましたというコメントを多くいただいております。作っていただいた方、ぜひハッシュタグパンダワンタンでツイッターに投稿してください。見つけ次第いいねとリツイートをします。クックパッドをやっておりますので、作レポもいただけますと嬉しいです。
夫婦でニヤニヤしながら見ます。ツイッターやクックパッド以外にもインスタやブログもやっております。そちらもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。